アイリーン・オルシェウスキー。アイリーン・ミヨコ・クワイエ・オルシェウスキー。アイリーン・ミヨコ・クウェイ・オルシェフスキー。1968年9月17日隊。は、アメリカ合衆国の女子プロボクサーである。ハーイ州ホノルル出身。日系アメリカ人。海向き高校卒業。第3代ビバ世界フライ級王者。トレーナーは、夫でもあるマシュー・オルシェウスキー。高校卒業後。 ニューヨークへ渡り、NBA、ニューヨークニックスのチアリーダーを3シーズンを務めた。あとに、スタントに転身。2000年にボクシングを始め、同年8月には、ナショナルゴールデングローブフライ級、51キログラムで優勝した。2001年8月、ナショナルゴールデングローブフライ級、51キログラムを連覇した。2001年10月、 ペンシルベニア州スクラントンで開催された世界女子ボクシング選手権にフライ級 51kg で出場したが、準々決勝でルーマニアのダイアナ・ウングレアーヌにアマチュア初黒星取る16から17の判定負けを喫し敗退した。この大会で優勝し記念すべき世界女子ボクシング選手権のフライ級初代女王になったのはシモーナガラッシである。 2002年10月、トルコアンタルヤで開催された世界女子ボクシング選手権にフライ級 51kg で出場したが、準々決勝でロシアのリディア・アンドレーバに敗れた。アンドレーバは銅メダルでこの大会を終えた。金メダルは2大会連続で、指紋ながら死だった。2003年2月、ハワイでマシューと結婚した。 2004年、アメリカでは28勝、7K を無敗ながら国際大会では3勝、2K を4敗という戦績を残し35歳で、アマチュアボクシングからの引退を表明した。2006年11月3日、ニューヨーク州サリバン軍ので、デビュー戦を行い、4回判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2007年9月14日、イタリアアリアネル・ポレージネで、 ステファニー・ビアンキーニが持つ WBC 女子世界フライ級王座に挑戦し、0から1の判定で引き分けたため、王座獲得に失敗した。2008年2月28日、ニューヨークの出が持つビバ世界フライ級王座に挑戦し、2から0、98から92、98から92、95から95の判定勝ちを収め初の世界王座獲得に成功した。 2008年6月13日、ニューメキシコ州アルバカーキのいずれたカジノリゾートで、カリーナモルノといえば女子世界、ライトフライ級王座決定戦を行い、プロ初黒星となる0から3、90から100、90から100、93から97の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2008年7月18日、イタリアチビタノーバマルケで、 アマチュア時代からのライバル志望ながら死が持つ WBC 女子フライ級王座に挑戦し、0から3、91から99、91から99、92から99の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2008年12月20日、スイス中立比のハレンシュタディオンでナディアラウイと対戦し、1から1、95から95、 92から98、96から95の判定で引き分けたが、ビバ世界フライ級王座のは、初防衛に成功た。2010年10月22日、ニューヨークのキャピテールで、スザン・ラワーーとノンタイトル6回戦を行い、3から0、58から56、58から56、59から55の判定勝ちを収めた。 2010年12月17日、フロリダ州マイアミのアメリカンエアラインズアリーナで、自身の持つ、ビバ世界フライ級王座とアナスタシアとクタロバの持つ、グブー女子世界フライ級王座をかけ対戦し、3から0、80から72、80から72、80から72の判定勝ちを収めビバ王座の2度目の防衛に成功、グブー王座の獲得にも成功した。 2011年6月24日、ニューヨーククイーンズ区でメディッサ・マック・モローとニューヨーク州女子フライ級王座決定戦を行い、1から2、78から74、73から79、74から78の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2012年4月13日、ドイツ・ケルンのランクセス・アレーナでビバ世界フライ級王者、 ナディアラウイと対戦し、0から3、93から98、90から100、93から98の判定マキオキしビバ王座への帰り咲きに失した。2013年3月27日、ニューヨーククイーンズ区でパトリシア・アルシバーとニューヨーク州女子フライ級王座決定戦を行い、0から3、74から78、75から77、 73から79の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年9月25日、ニューヨーククイーンズ区でパトリシア・アルシバーとアイフバ世界フライ級王座決定戦を行い、8回51秒、TKO 価値を収め6ヶ月ぶりの再戦で雪辱を果たすとともに王座獲得に成功し。2014年1月18日、 ニューヨーククイーンズ区で、ジョディエス・キベルとユビエフ女子インターナショナルフライ級王座、決定戦を行い、3から0、59から55、59から55、58から56の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2015年1月16日、テキサス州ラレドノで、クリスティーナ・フェンテスと対戦し、3から0、95から94、 96から93、95から94の判定勝ちを収めアイフバ世界フライ級王座の初防衛に成功した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。